スケさん、カクさん、殺しめてやりなさい。初めて会うみたいなのやめて。間抜けな仲間って誰だよ。せーらさん、トイレ長いよ。オデッサの街、 BGM が洞窟と一緒だね。お、黄色のセットアップで。ここはお頭の家だ。お前のような神顔は通すわけにはいかんな。お、盗賊か。おしゃれな盗賊だね。お、店をやってるんだ。裏切りの剣。物騒な。でも来たからね、一応引いとこうか。ウラウ姫っての俺も見たけど、結構可愛かったぜ。AKB ぐらいかな。怒られるかな。ウラウ姫ってお姫様が東の通路に囚われているとか。あからさまに。明智で遊んでるわけじゃないよね。うちの裏でよく娘の悲鳴が聞こえるんだ。よく聞こえるって何？何これ、ずっとあの茶番みたいのやってるってこと？何やってんの？お願いです、助けてください。この人たち突然襲ってきて。私に任せなさい。ちょっと懲らしめてやりますよ。スケさん、カクさん、懲らしめてやりなさい。そういえば最近見ないな。もうやってないのかな？あ、おかしら。どれがおかしら？お、黒い三連星。どうしたんだ、おかしら、変な野郎が。何？あ、お前は。また会ったな。やはりボスはお前だったのか。娘と力の盾は返してもらうぞ。スナイパーさんどこ行っちゃったの？そう、行くか。お、いいね、このキャラデザ。やっぱ三人ともおかしらなのかな。紛らわしくないかい。やばい、回復してないんだけど。タンクはレベル上がってるけど。いけるかな、これで。どうするかな。ムービーガン。何これ。3人一組なんだね。ダメじゃん、全然。全然ダメだったな。お、ゴールドが減ってないわよ。保険が切れちゃったからまた入らないと。いくらだい？ 20 ゴールド。まあいいでしょう。ちょっと値上がってる気がするけど。あ、ここまで戻されちゃったのか。でもちょうどいいな。ちょっとね、気になってたことがあって。ちょっと城に戻ろう。この犬よ、この犬。全然懐かないやつ。ちょっと。こいつにさ、このペンダントを使うと。お！ペンダントを犬の首にかけると、フラウの匂いがするのか、犬は喜んでいるようだ。だけ？お、いいね、懐いてる。お、ついてくる。ちょっとどけよ、お前。つんだ、これ。そんなことある？いけないじゃん。すごい、ディフェンスが。そうか、これ。お前、お前、こっち来い。よし、ブロック。なに？結局、あれ、何の意味があったんだろうね。あ、そういえば、訓練場できてる。お、いなくなってるね。やっと訓練が。キャラクターは平均的に育てた方が有利だぞ。入れ替えるかい？お、酒場的な。え、どういうこと？アムロ。入れ替える？入れ替えるって何？
仲間にしたいときはその人に直接話してくれ。あら、ここでできるってことか。入れ替えるじゃないじゃん。セイラさんいるのかな。お、いるね。お手伝いします。え、誰連れてこう。悩んじゃうよ。よし、これでシャアに合わせられるんじゃないのか。お、ちょっと待ってて、すぐに戻るから。どこに行くの。だからちょっと、だからどこに行くんだよ。悪いわね、トイレよ。トイレに行くのかい。おしゃ、来ちゃったよ、これ。ちょっと今、ステーラさんトイレに行ってるんで。また会ったな。いいのか、こんなところで道草をしていて。ちょっと甘くなったかな。お前こそいいのか、こんなとこで。ちょっと待ってよ。セーラさん、トイレ長いよ。お待たせ。あら、どうしたの？お、やっと来たか。遅いぞ。シャアすっぱ、シャア、シャアに引っ張られちゃったじゃん。え、これ合わせることできないってことか。ちょっと村長さん。ダメでしたよ。初めて会うみたいなのやめて。もう行ってきたから。ボケちゃってんのかな、これ。もう仕方ないよね。はい、ということでね、レベル上げの方もしまして、リベンジしていきたいと思いますけれども、ちょっとね、セイラさんの方ね、あまり強くならなかったんで、まあ、元のメンバーにね、戻しましたけれども、まあ、これでいけるでしょう。じゃあ、早く来て。じゃあ、今度こそね、懲らしめてやりましょう。こいつらはね、通常攻撃がメインっぽいから、守備力上げてね。うん、いいね。ダメージも食らわないと。よしよし。これならいけそうだね。キャノン強いな。これね、キャノンをね、3番目に置いてる理由はね、こいつね、守備力がめちゃめちゃ低いの。戦士タイプだからさ、強いのかと思って、前の方に置いてたんだけど、見てみたらさ、もうタンクよりも低いわけよ。もう神装甲だよ、本当に。ダメージ食らってくれないから、一回。そうするとわかると思うんだけど。おお、連続攻撃。あっちもやってくるね。お、セイラさん。セイラさんもね、これレベル9まで上げてあるんだけどね。まあ、アムロの介護官みたいな。まあ、同じぐらいかな。よーし、倒した。余裕だったね。ま、参った。もう悪さはしねえから許してくれ。力の盾は俺たちの家だ。あんたの間抜けな仲間もいるぜ。間抜けな仲間って誰だい。間抜けそうなのはここに二人ね、すでにいるけど。ありがとうございます。何と言ってお礼をしたらいいのか。とにかく私の村に来て、ぜひ父と会ってください。でもお父さんね、ちょっとボケちゃってるみたいだったけど、大丈夫かな。はい、大丈夫か、一人で。送ってってあげなさいよ。間抜けな仲間、誰だろうね。ここでいいのかな。ここに間抜けな仲間が。ジムスナイパーさん、何捕まっちゃってんのよ。
あんだけね、任せとけって言ってたのに。面目ない。奴を捕まえようとしたんだが、逆にこのありさまだ。力の盾は部屋の右隅だ。まあいいよ、いつもね。お世話になってるから。気にしないで。で、こっちに力の盾があると。お、いいね。これもう伝説の盾手に入れちゃったんだね。早くないかい。これ道具で使ったら回復したりとかするのかな。ドラクエのね、リスペクトがすごいから。お、15、強いな。スナイパーさんも元気出して。もういないじゃん。そそくさと逃げやがって。あ、来ましたよ。覚えてるかい？盗賊の親玉を倒した？ありがたい。これでこの村も平和になります。ありがとう。覚えててくれたね。おや、その盾は？おう、これが伝説の力の盾ですか。そうじゃ、貴重なものを見せていただいた俺に、我が家に伝わる家宝の塩を差し上げましょう。娘を助けたからじゃないのかよ。盾の方が大事なんだね。これ何使うの？家宝の塩。何も起きない。これどうすんだろうね。お父さん大丈夫だったよ。お、ここか。まさかこんな古典的な方法で、こう呪われてて通れなかったんだよね。よし、行こう。敵は出ないのかな？ロロ、まさかフラウを取り戻しに来たなんて言うんじゃないだろうね。その通りだ。どこにいんの？あはは、いいだろう。返してあげるよ。ほら。誰もいないんだけど。お、ゾロゾロと。なんだ。この中のどれかが魔法で姿を変えてあるフラウ姫だ。またこのパターン。